こんにちは、あきらです。今回は海外でパソコンを買う方法やその際気をつけた方がいいことについてお話しします。まずこれは大前提ですが、よほどのことがない限り、あとですね、パソコンに非常に詳しいとかそういった方でない限りは、基本日本からパソコンを購入する、日本にいる時にパソコンを購入する、そういったことを強くお勧めします。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し、家族とセミリタイア生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、コメントをぜひお願いします。というのも、まずキーボードがですね、日本で買うと日本語キーボードが手に入りますし、まあおそらく日本でパソコンを今まで購入されている方はキーボードに日本語のプリントがされたものを使っていらっしゃると思います。で、海外で購入すると英語のキーボードになる確率が非常に高いので、そうするとキーの配列とかですね、そういったものが今までとは違うということで、あと場所ですね、例えばアットマークの場所なんかも違いますし、そうすると非常に今までのパソコンと比べて使いづらいといったものになってしまうかもしれません。またこれは私が今住んでいるフィリピン地方都市との比較になりますが、基本ですね、パソコンはフィリピンで買う方のが割高になると思います。例えば同じぐらいの性能のパソコンでも、まあ、1割ぐらいは日本の方が安いということが多いようです。で、まあ、気がついたのは、まず店員さんですねの知識になります。で、日本の店員さんは非常に詳しい方とかもいらっしゃったりっていうのは多いかもしれませんが、基本私が今回訪問した店舗のですね、店員さんというのはその商品知識というのは正直あまりありません。なので、まあ、自分がですね、ある程度下見をしてですね、自分はこのパソコンを買いたいという何かないと、お店の方がですね、まあ、予算いくらぐらいだというふうに聞いてきて、まあ、その予算内に収まるものをお勧めしてくれる。ただ、まあ、それだけになってしまうと思います。で、もちろんこだわりがなくてですね、まあ、大体、一般的なネット見たりメールを打ったり、そういったことができればいいよという方であれば、そういったことで全く構わないと思いますが、まあ、少しでもいいもの、少しでも例えばノートパソコンであれば軽いもの、そして自分の欲しい何かソフトが入っているもの、まあ、あと細かいことを言えば指紋認証が例えばついているとか、キーボードのバックライトがあるとか、で、ハードディスクは最低このくらいの容量が欲しいとか、メモリがどれくらい積んでいるとか、最低これぐらいは欲しい、まあ、そういったことをですね、細かな要望がある方は必ずお店に行く前に自分で調べて、自分の欲しいパソコンはどれなのか、機種名とかですね、あと品番型番などを書いたものを一緒に持って行って、お店の人にこれはありますかと、私は欲しいのはこのパソコンですと、そういった聞き方をするといいと思います。あとはですね、お店に今うちにあるのはこの在庫ですよという紙をですね、フィリピンの場合は用意していることが多いので、まずはそのパソコンショップに行って、そのリストをですね、もらってくるというのも大事だと思います。で、まあ、そのリストをですね、自分なりに見て、その中から自分で欲しいものを選ぶということであれば、自分が欲しいものが例えばお店になかったとしても、取り寄せたりする時間もかかりませんし、そのお店のリストから欲しいものを選ぶということであれば、すぐに手に入ります。で、あとはですね、どうしても日本のパソコンが海外から欲しいという方であれば、例えばAmazon とかで買うというのも一つの手かもしれません。だいたいまあフィリピンであれば日本から送料が3000円とか4000円ぐらいですかね。それくらいで送ってもらえるものもありますし、そうすれば日本語のキーボードであったり、日本語で購入したりということが可能になります。で、私もですね、当初は日本のAmazonで買おうかなとも思ったんですけど、
結局は現地のパソコンショップで買いました。でその理由がですね、保証ですね。で大抵ですね、まあ、フィリピンでもそのラザダとかショッピーとか呼ばれるそのオンラインですね、オンラインショップ、アマゾンのようなもので、そういったところでパソコンを買うというのも可能なんですけど、そうするとですね、まあ、で正直言うとまあ安いんですね、そちらの方が少し。で今見ていただいているパソコンなんかもそのオンラインショップで買うと、まあ、数千ペソ、約2000円から4000円ぐらい安くはなるんですけど、そうすると保証がですねついてないということが多いです。で、まあ、こういったですねローカルのお店で買うことによって、何かパソコンが壊れた場合で、このパソコンの場合は確か2年保証がついていましたが、そうした場合このお店に持ってきて対応してもらえるというのが強みになります。で、まあ、海外で例えば保証がついていたとしても、もしこういったローカルのお店に持ってこないで自分でですね、その製造メーカー、例えばデルであったりとか、エイスースとかエイサーとか、まあ、そういったメーカーと直接やり取りをするとなると、まあ、英語でもちろんやらなければいけないでしょうし、商品を送るとか受け取るとか、そういったことも自分でですね梱包してどっかの宅配業者に持っていかなければいけないということになると思います。で、まあ、そういった手間を考えると、まあ、多少高くてもこういったローカルのしっかりしたお店でですね買って、何かあったらこのローカルの人たちにお願いをして修理をしてもらうと、まあ、もし壊れた時のリスクも考えると、そういったですね、まあ、多少高くてもこういったところで買うっていうのはありなのかもしれません。で今回我が家が買ったパソコンをですね、まあ、興味のある方はどのくらいのスペックでどれくらいのお値段かというのは概要欄に貼っておきますので、ご覧いただければと思います。まあ、概要を簡単に言いますと、だいたいですね値段的には約6万ペソですから12万円13万円ぐらいのパソコンでした。まあ、動画編集などもやりますので、少し一般的なパソコンよりは高めの仕様となっています。本当にネットを見たりパソコンでメールをやり取りする、それだけのパソコンでよければ、だいたい3万ペソ前後、約6万円前後ぐらいですかね、ぐらいからフィリピンのこの地方都市では手に入れることができます。そして今回購入したパソコンは、まあ、私が使うものではありませんでしたので、で、まあ、その時にですね、自分のパソコンのことを考えると、どうも最近まあ、YouTube をやったからというのもあるかもしれませんが、動作がですねちょっともっさりとしているということもあって、今度は自分のパソコン用に追加のメモリーを買うことにしました。で、まあ、店に行ってですね、自分の持っているパソコンの種類や型番などを伝え、まあ、追加のメモリーが欲しいということを伝えました。で、まあ、その方がですねあまり詳しくない方だったので、まあ、周りの店員さんにも声をかけながら、自分のスマホでどのようなメモリを私に渡すべきかいろいろと調べてくれました。で、まあ、非常にですね対応もよく、しっかりと調べてやってくれます。なので、まあ、店員さんのサービスに関してはフィリピンだから例えばものすごく悪いとか、そういったことは私は感じませんでした。で、これはちょっと驚いたっていうのもあるんですけど、まあ、私が今住んでいるこの地方都市は人口10万人強のそれほど大きくない町なのですが、このようなまあ中堅都市でも私が今回欲しかったメモリー、まあ、あまりですね有名じゃないというか、そんなにメジャーなものではないとは思いますが、在庫をしっかり持っていてくれて、その日に買える、これはですね非常に驚きでした。で、おそらくまあ私はまあ店に行ってもセブかマニラからですね取り寄せないとないよということで、まあ3週間ぐらいは待つかなと思っていたんですけど、そういったこともなくその日に買いました。
で今回は無事自分のパソコンに合う部品を買うことができました。そして結構ですね、保証なんかもしっかりしていて、例えば7日間であれば持ってくれば返金してくれるというようなこともおっしゃっていました。ただまあその返金作業が非常に面倒くさいということがあるらしくて、で面倒くさいというのはそのクレジットカードを使うとですね、面倒くさいということらしいので、まあクレジットカードはこのお店使えるんですけど、できたら現金で払ってほしいと、その方が簡単ですよというふうな話もありましたので、今回は現金で支払っています。でまあ、今回非常に感じたのは、店員さんはいろいろ頑張っていらっしゃって、お店で扱っている商品の知識というのはよくご存知です。例えばこのパソコンはどれくらいの性能があって、メモリの大きさはいくつぐらいで、そういった知識は非常にあるんですけど、まあ、数あるものの中でこれとこれを比較してこれが一番いいという、そのこのお店にない商品の知識まではさすがに持っていらっしゃらないので、パソコンとかに限ったことではないかもしれませんが、自分がですね、本当にこだわって最高の1台を手に入れたいという方は、やはりですね、お店の方にどれが一番おすすめですかという聞き方ではなくて、自分自身で事前に調べた結果、これが最高だ、これが買いたいというものが見つかれば、その品番や商品名を持ってこれをくださいという買い方をすることを強くおすすめします。まあ、おかげさまで今回買ったパソコンもですね、そうですし、で今回買ったメモリもそうですが、順調に動いていますので、そんなにですね、品質が悪いとか、そういう初期不良とか、そういったこともなかったです。今後も私の海外移住生活やセミリタイア生活のリアルな実情をお届けします。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し、家族とセミリタイア生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、コメントをぜひお願いします。また、私が40代でセミリタイア生活をするために行った準備や具体的な行動、そして必要だったお金をどのように貯めたのか、興味のある方は概要欄にブログのリンクがありますので、そちらをぜひご覧ください。また具体的な質問がある方は概要欄にあるメールアドレスか Twitter の DM までお願いします。ありがとうございました。